今日も忙しい日だったな。スカイファイナンス戻って一息入れよう。でもやっぱね、秋山は使いやすいよね。スピードがあるわ。パワーじゃなくてね。あ、戻ってきましたよ。花ちゃんに報告しよう。今日はリリちゃんのキャバ勤務最終日だな。3日合計で300万稼ぐ。最後の指導に行くか。え？戻ってこなくてよかったじゃん、じゃあ。なんで戻させたのよ。あ、エリーズ行くぞ。でも、あれ多分何もしなくてもいいんじゃないの？実際もうお金ないしね。あ、エリーズへ着きました。今日で300万売り上げれるかな？接客の合間にはトレーニングを行うことができます。トレーニングによって女の子の接客術をアップさせることができます。容姿、知性、話術の能力とモチベーション、ストレスを上下できます。どれも接客には大切なスキルです。お客さんによってはコーディネートの結果以上に接客術を気にする方もいらっしゃるので、どんどんトレーニングしてください。ただあまりトレーニングしすぎるとどんどん疲れが溜まっていくので注意してください。また疲れている場合は休憩させることで癒すこともできますよ。あと同じトレーニングを続けれると女の子は飽きてしまって成果が出にくいです。注意してください。コーディネートとトレーニングを繰り返して素敵なキャバ嬢を作り上げてください。ナンバーワンを目指しましょう。ではトレーニングしてみましょう。トレーニング、なんだこれ。身だしなみ、雑学、会話、自由。じゃあ容姿、身だしなみだ。メイクのトレーニング始める。これで君の魅力もアップするはずだ。はい、よろしくお願いします。勝手にやってくれるんだな。よかった。なかなかいい感じだね。夜じゃない。ありがとうございます。秋山さんの指導のおかげです。容姿が上がってストレスが上がりました。トレーニングができないですね。これでもう店に出よう。さあ聞き込みです。あれいいね。あれ、え、指導指名受けてない感じ。指名がないようだ。うっそ。会話が欲しいと言ってますね。会話をトレーニングしないといけないのか。指名ないなんてそんなんあるんだな。これ無理だろ。300万、これ300万無理だ。トレーニング、会話指導、客を引きつけ喜ばせるトーク力をアップさせよう。話術を磨くトレーニングを始めるよ。はい、よろしくお願いします。これで上がんのかな、うん、なかなかいい感じだね。秋山さんの指導のおかげです。話術が A になった、いきなり。すごっ。店に出よう。これで指名受けるでしょ。いないから。指名受けてるね。そこそこの指名取っているようだな。会話が弾むな。いつまでも話していたい。じゃあもう次は何もしなくていいね。 OK。 結構キャストいるんだな。人件費結構かかりそうだね。もうトレーニングしなくていいよ。300万足らないやつだ。そこそこ指名もらってる。会話が楽しい。素敵素敵だって。 OK。前回の方が売り上げいいんじゃないの。さあ戻ったよ。お疲れ様でした。結果は後で連絡します。また次もよろしくお願いします。いやダメだろ多分。俺が教えられることはここまでだ。あとはリリちゃんの努力次第ってところだ。はい、まだ閉店まで時間がある。それまで頑張って。わかりました。売り上げの集計が終わったら店長から連絡してもらうことになってる。それじゃいい報告待ってるよ。はい、秋山惚れてんからな。だってやるだけのことはやったけだから、あとは結果をスカイファイナンスで待つか。本当はスカイファイナンス戻れと。本当右往左往させるな。スカイファイナンス着きましたよ。さあ売上の話聞こうじゃないか。電話だ。お疲れ様です。オーナー、お疲れさんで、どうだった、リリちゃんの結果の方は。はい、たった今集計が終わりました。言ったですね、3日間で385万円。すごっ。驚いた。それは大したもんだ。3日間という話でしたが、
今後もリリーさんさえ良ければぜひお店に出てもらいたいですね。ここまで接客ができる方はなかなかいませんよ。店の方もだいぶ稼がせてもらいました。そりゃよかった。ところでリリーちゃんはそこにいるかい？ちょっと代わってもらいたいんだけど。わかりました、ちょっとお待ちください。はい、お電話変わりました、リリーです。よう聞いたよ、よく頑張ったね。はい、俺も秋山さんのおかげです。そんなことないさ、リリーちゃんの才能と努力のたまものだよ。でも秋山さんの指導がなかったらきっと達成できなかったと思います。本当に感謝しています。そうか、ところで今から会えるかな？早速約束のお金を渡しておきたいんだ。はい、大丈夫です。わかった、じゃあミレニアムタワーの屋上でいいかい？そこで待ち合わせよう。わかりました、お待ちしております。うん、じゃあね。ミレニアムタワー、次はミレニアムタワーへ向かえ。リリちゃんが待ってるからな、ミレニアムタワー屋上に急ごう。あー、アタッシュケース持ってる。強盗に遭わないように気をつけよう。てかさ、それなら電話してさ、ミレニアムタワーに来いって言えば早くね？なんでいちいちいろんなとこ移動すんの？めちゃくちゃ効率悪いよな。さあ、ミレニアムタワーに着きました。中に入るね。着いた。相当上だな。待ち合わせたのはこの屋上だ。中のエレベーターで上がる。 OK、 お邪魔します。これいつもの1階に降りるパターンですかね。一般客もいるんだね。入る。屋上行きますか。チン。絶景絶景、都会の絶景だ。綺麗だな。ヘリポートあって。みんな入れるんだね。1億円入ってんのかな。本当に入ってる？来た。来たね。時間通り。君なら約束を果たしてくれると思っていたよ。秋山さん。これ約束のお金1億入ってる。ありがとうございます。開けない方がいいよ。え？風で飛んでったら大変でしょ？お札を拾うのって結構大変なんだよ。ああ、そうですよね。冗談だ。ちゃんと帯封がしてあるよ。中見ていいよ。はい。おお、本物だ。すごい。意外と少ないでしょ？え？大卒サラリーマンの平均生涯年収が約3億円。そのアタッシュケースたった3個分だよ。月々にもらう給料なんてもっともっと少ない。そう考えると人間はなんてちっぽけなもののために頑張っているんだろうって不思議になる。ほんと、こんなちっぽけなものが一人の人間の運命を左右するなんて。秋山さん、ありがとうございます。実は私、最初お金を貸してもらえたら逃げるつもりだったんです。でも秋山さんは私を信じてくれた。私にもう一度短い時間だったけど夢を見させてくれた。だから絶対何年かかってもこのお金をちゃんと返済します。ああ、その話なんだけどさ、そのお金返さなくていいわ。え？利子もいらない。っていうか、もともとうちのお店利子取ってないし。どうして？俺はさ、金儲けとかそういうのあんま考えてないのよ。それよりもその金がどう人の人生を動かしていくか近くで見ていたい、それだけなんだよね。どうして秋山さんは私にこんなテストを？うん、そうだね。いつもはあんまりテストの理由は説明しないんだけどな。言わなきゃダメ？知りたいです。理由は君の根性や本気度合いを試すとかいうものじゃないんだよ。実は今回のテストは俺自身を試すようなもんだったんだ。秋山さん自身の？どういうことですか？なんていうのかな。実は俺あんまり人を見る目に自信がないんだわ。人を見る目？うん、そう、それ。なんせこれまでの俺の人生、人に裏切られてばっかりだったからね。ははは。そんな。本当なんだよ。勤めていた銀行は首、連れ添っていた女も去っていった。その後も散々だよ。最近も肩入れしていた極道がいきなり人を撃って失踪しちゃってね。あらにもなく虚しくなっちゃったってわけ。
秋山さん、まあ、こんな商売してれば裏切られるなんて当たり前なんだけどね。でもせめて自分が信じた人間くらいには裏切られたくない。俺も人間なんでね。でもどうして私をお店で働かせることが秋山さん自身を試すことになったんですか？それはね、リーちゃんに魅力があると思ったからだよ。一家で300万稼げるだけの魅力がね。俺は自分のその勘が楽しいのかどうか試してみたかったんだ。ごめんね、変なことに付き合わせちゃって。いや、そんな、実は秋山さんと出会えて運が良かっただけです。まあ、そうかもしれない。でも運っていうのは自分で引き寄せるもんだからさ。俺は素直に嬉しいよ、君がテストに合格してくれて。秋山さん、その代わりと言っちゃなんだけど、一つ教えてほしいことがある。何ですか？どうしてリリちゃん、人を殺して回ってるの？確信についたぞ。金村工業の組長を殺したの君だよね？違います。大女優ってバーの店長もそうだろ。どうしてあんなことしてるんだ？あのライター。ライター？そう、君が初めてうちの店に来た時に持ってたライター、あれだよ。あのライター、大女優って店のだったでしょ。そのことを聞いたら、君は以前世話になった店だって。ええ。あの店ね、女装バーだったんだよ。知ってた？店のキャストは全員男だったんだよ。だから君が働いていたというのはおかしい。なら君は一体いつそのライターを手に入れたのか。安定になってる。きっと店長を殺した時だよね。現場で死んでいた男の上着には柴田組の代紋がついていた。最初は柴田組の犯行かと思ったけど、違ったみたいだね。この前君とデートしてる時に襲ってきた柴田組の連中、あれも俺じゃなくて実は君を狙っていたんだろう。マジか。本当は何者なの？柴田組とはどういう関係なのかな？秋山さん。ん？あなたはさっきお金を返さなくていいから教えてほしいって言ってましたよね。ああ、そう言った。じゃあお金は必ず返します。なるほどね。教えないってことだから教えたくないってことか。すみません。どこか行くの？ええ、私にはまだやらなきゃいけないことが残っているから。そうか。じゃあまたしばらく会えなくなるね。はい、わかった。じゃあ全てが終わったら貸した金返しにまた店まで来てくれ。ええ。また君に会える日を楽しみに待ってるよ。謎すぎんか。全然腑に落ちないんだけど。秋山は殺人犯を黙認してることになるぞ。ああ、電話ですね。あ、花ちゃんどうだった？大丈夫？まだ精密検査の結果待ちですけど、異常はないみたいです。あ、よかったね。きっとすぐに戻れると思います。
それはよかった。こっちもキロちゃんと顧客名を取り戻しておいたよ。本当ですか、さすが社長、すごいです。それじゃあまた後で。一度スカイファイナンス戻るか。やっぱり確信ついちゃったな、リリーにね。よう言えたな。俺は言えねえな、気使って。謎はね、深まっていくばっかりだ。よくわかんないね、流れが、会話の流れが。これで終わりってわけないっすもんね。店着いたよ。お花ちゃん戻ってる。社長帰り。あ、ただいま。無事で何よりだ。花ちゃん、もうあんな無茶しないでね。はい、ありがとうございます。もうこんな目には、あんな目には合わないようにもっと強くなります。A の位置を借りに来ていたお客さん、あの後どうなったんですか？あ、リリーちゃんのこと？まさか1億なんて大金、一括で貸しちゃったりしてませんよね？え？貸したよ、ついさっき。え？っていうかさ、その、なんていうかさ、ちょっと言いにくいんだけど、多分あの金返ってこないと思うよ。あ？どういうことですか？いや、リリちゃん返すって言ってくれてんだよ。でもさ、なんかちゃんと返済されるって感じじゃないんだよね。じゃ、社長はそれ分かってて1億なんて大金貸したってことなんですか？まあ、どうして？いいじゃない、社長俺なんだからさ、貸したいと思ったやつに貸すのが俺のスタイルなんだからさ。今更どうしたのよ、花ちゃん。こんなのいつものことじゃない。なんでリリちゃんのことに限ってそんなに目くじら立ててんの？ん？花ちゃん、どうしたの？もういいです。私、会社辞めさせていただきます。あ？これちょっとまずいな。すぐに追いかけよう。何？急に。どうしたの？今まで頑張ったのにって感じかな？花ちゃんを追え。あら、チェイスだ。花ちゃん、待ってくれー。花ちゃん、待って。花ちゃん、待ってください。お願いだ。花ちゃーん。ダッシュはできない。ひたすら花ちゃんを追う。早いな、足も。どこに行くの？公園に行った。OK。児童公園まで走りましたね。はあ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 。一体どうしたのよ、花ちゃんさ。社長は、なんであのリリさんって人にそこまで肩入れするんですか？え？いくら社長とはいえ1億なんて大金、見ず知らずの人に貸すなんておかしいです。ちゃんとリリちゃんテストに合格したよ。それも相当難易度の高いテストにね。だから貸したんだよ。違う、絶対違う。え？社長はあのリリさんって人がエリさんに似ているから貸したんです。違いますか？アナちゃん、それは違うよ。それは最初は驚いたよ。リリちゃんが昔の彼女そっくりだったってのは事実だ。でもそれで俺は金を貸したわけじゃない。でも確かにリリちゃんのことは好きだよ。顔も好みだし、何より謎めいた雰囲気があってジャスト俺のタイプだ。でもそれが金を貸した理由じゃない。そんなこと君だって分かってるだろう。それでも納得がいかないのかい？そんなことは知ってます。でもそんな社長が許せないんです。なんで社長はエリさんのことをまだ引きずってるんですか？もうエリさんは社長の彼女じゃないんですよ。それにエリさん、銀行クビになった社長を見捨てて他の男に。そのことはいい。社長、あいつの悪口を言わないでくれ。それに人の悪口を言ってる花ちゃんを見たくない。花ちゃんの言う通りだよ。実際俺はまだ過去を引きずっている。全部捨てたつもりだが捨てきれないもんが残ってる。それが俺なんだ。だからそのことは分かってほしい。相変わらず勝手ですね。うん、ごめんね。そういえば許してくれると思ってます？分からないよ、それは。社長。ん？やっぱり私、本日限りでスカイファイナンスを辞めさせていただきます。アナちゃん。今考えると私も少し社長にいろいろ頼りすぎていたのかもしれません。東都銀行時代から8年間、秋山さんに憧れずっと後をついてきましたが、私も少し距離を置いて考えたいんです。金融って仕事のこと、私の将来のこと、それに私の女としての気持ちも。え？お世話になりました。身の回りのお世話する人がいなくなって不便だと思いますが、頑張ってください。あ、花ちゃん？それじゃあ。あれ？本当に辞めちゃうの？マジかよ。事務処理一人でやんないと。ほら、ちょっといいですか？今店に厄介なお客さんが見えてまして、極道関係の方のようで。厄介な客、極道関係だったらいつものことでしょう。
それはそうなんですが、リリさんの馴染み客だったらしくて、リリさんを出せとかなり騒いでまして。リリちゃん、それは困ったね。そうなんですよ、ちょっと団体でいらしてるので私の手に負えない状態でして。そうか、わかった、ちょっと待ってて、そっちに行くから。すいません、お手数おかけします、お待ちしております。やれやれ、面倒だけどエリーゼに行ってくるか。エリーゼ行くかっていうより、アナちゃんマジでやめんのかな。アナちゃんやめたら結構めんどくさくない？事務処理、金融の事務処理って超めんどくさそうだもんね。あ、プロがいてなんぼだと思うし、実際その辺のプロフェッショナルっていますからね。さあ、エリーゼに着きました。誰だろう団体って、誰かな。あれだこいつ。雪は飾り、人で紛れた街でさえも咲くても花散る。聞いてないじゃん。眩しい雪月か。ええ、ピアスだな。炭もやばい。盛り上げるのも大変だ。誰や、俺は。この店のオーナーの秋山という者です。宗者さんは。俺は真島組の南っちゅうもんや。真島組、真島組亜州南。真島組、それってあのカムロ町ヒルズ建設に絡んでる登場会の大幹部の。そうや、あの真島組や。お、ちょっと待ったらよ、この曲俺のお箱や。よっしゃ、行くで。なんか喋り方も真島っぽいな。ダメだ。何やっとんじゃ悪い。いや、送信ボタンを押したつもりだったんですが、押し間違っちゃったみたいで。申し訳ない、暗かったもんで、つい。暗かったからつい押し間違えた。兄ちゃん、その話ほんまやな。そうか、なら、ま、いいわ。いいんかい。また入れるんか。南さんでしたっけ。あ、もや。あの、南さんのご用件は何なんでしょうか。おお、それやそれ。この店にリリって女がおるって聞いてな。なんや、えらいべっぴんさんらしいやないか。そんでちょっと指名したらなあかん思てな。リリですか。申し訳ありませんが、彼女は本日をもって店を退店しました。あ、なんやと。そら困るわ。彼女に何かご用ですか。そう、俺も親父からその女連れてこい言われただけやからな。親父、親父ってあの真島さんにですか。そういうことや。せやからリリって女の居場所教えてもらえないか。お客様、申し訳ありませんが、キャストのプライベートを教えるわけにはいかないんですよ。そういったご用件でしたらお引き取りください。ああ、強い。ありがとう。私はね、一度自分の店で働いたキャストを理由もなく売るような真似はできないんですよ。なんや、かっこいいこと言うとるやないか。ええ、私は常にかっこいいオーナーでありたいんですよ。おもろい兄ちゃんやな。
しやけど、こっちも遊びやない。ヤクザが何もせんとタダで買えるわけがないやろ。金ですか？んなもんちゃうわ。ちゃんとあんたの口からその兄ちゃんの居場所聞き出さんごとには帰られへんねや。マジか。どうしてもお帰りいただけないようでしたら実力行使ということになりますね。よろしいですか？ほんと、いい度胸しとるやんけ。ほんならこっちも力ずくでも教えてもらうで。急に南とやるんかい。準備しとらんわ。じゃあ怠慢か。いける？いけんのか？早い。だいぶいいな。おお、素晴らしい。はめ技、はめ技、酒。いいね。秋山強い。秋山強いぞ。と酒飲んでる。オッケー。ひらめいた？何これ？使用回数を重ねることで通撃技をひらめくことがある。へえ。ああ、そういうこと？すごい。何回も使った方がいいってことか。酒を避けた。これ正気。ああ、ああ、おいちょ。そんなに食らわなかったね。しかも、はいはい。おお、秋山使いやす。めちゃくちゃ強いな。あとちょっとあっちにオーラが出てるかな。ガードはできなかった。オッケー、いいね。酔っ払ったか。オッケー、ラスト。はいよ。オッケー、よかった。相当強いんか思ったけど、そうでもなかった。まだや。こんなんで終わりと思ったら大間違いや。しぶといね。さすが真島組だ。くそ、また負けるわけにはいかんのじゃ。やめや。あ、はあ、お前の歌は宴会の時だけで十分や。お、親父。親父？親父？まさか、あの真島組長。そうだ。ギター！かっこいい。真島さん、オーラがやっぱあるな。この音痴から聞いとるかもしれんが、リリッチ女を探しとる。ここにおるんやないのか？彼女はもうここにはいませんよ。どこに行ったかも知りません。そっか、遅かったっちゅうことか。リリに一体何の用です？リリは柴田組に追われていた。まさか真島さん、あんたもそのことに関係しているんですか？そうなんか、柴田組が。教えてください、真島さん。リリは一体何者なんですか？なぜあんたたちに追われなきゃならないんですか？あいつは、安子ちゃんは俺が守らなあかんねや。安子ちゃん。安子、それがリリの本名ですか？なんであなたが守る必要があるんですか？それが俺の償いやからや。25年前のあの日のな。
償い。25年前の償い。あ、第1部完了しました。あー、ちょっとまだよくわかんないですね。 OK です。第1部が終了ですね。はい。じわ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